島根で学ぶ女子学生20人が県内各地で熱血取材。女性が輝く企業の魅力と働く女性の熱い思いをリポートし、ネット動画で配信します。それが島根ジョブガール。今回取材したのはこの6人。紹介動画では伝えきれない奮闘をギュギュッとまとめて紹介します。ご覧の3社を取材しました。まどか建装株式会社の輝く女性を紹介します。まどか建装株式会社を取材したのは大学で建築を学ぶこの3人。取材の合間、モデルハウスの中をくまなくチェック。住みたいですね。2級建築士の資格を持つ輝く女性青山さんに質問が尽きない取材となりました。公共交通計画を通じ街づくりなどをサポートしている株式会社バイタルリード。観光用のグリーンスローモビリティに体験乗車し、取材をしたのはこの3人。お、すげー、アトラクションみたいですね。ユニバみたいですね。出雲大社周辺を巡り、その魅力を体感です。あ、めっちゃ風が来る。そうですね。輝く女性は佐藤さんと梅山さん。取材の後は、どうもどうぞ。ありがとうございます。女子トークで盛り上がりました。最後に出雲市にある神戸天然物科学株式会社を取材。医薬品原薬などの有機材料を扱う会社。身だしなみを整えて潜入です。 0.00001 ミリが最小ですか？ 0.01 ミリグラムの表示。輝く女性丸田さんから電子天秤などの難しい説明を受けながら、知的な取材を遂行しました。このほか学生たちのユニークですが本気の取材は島根ジョブガール特設サイトで詳しく紹介しています。島根の企業と輝く女性をぜひチェックしてみてください。